ヨーク90寿命館、ヨーク90寿命館、ヨーククラスヘビークルーザーは、イギリス海軍が建造した、従順用館である。1922年に締結されたワシントン条約の制限下、1920年代後半に建造された、条約型寿命館。しばしば全級のカウンティ級の一部とみなされることも、あるが、ヨーク級は、カウンティ級よりも走行が強化され、 代償として砲塔は1機、少ない3機のみであった。5隻の建造が計画されていたが、ヨークとエクセターの2隻が建造された。ロンドン条約の締結後に、従順要へ類別が変更された。イギリス海軍は、第一次世界大戦の影響で予算に乏しかったため、ワシントン条約で定められた1万トン内で可能な、限りの大きさで建造された、ケント級。 ケントクラスロンドン級、ランドンクラスノーフォーク級、ノーフォーククラスなどのカウンティ級重巡洋艦群よりも小ぶりで安価な重巡洋艦が必要であった。当時、他国の海軍でも予算の面で難があった場合は武装と装甲、または速度の性能に目をつぶって設計されていた。このうち、イギリス海軍は前者を選び、X 砲塔3番砲塔を取り除いて8インチ砲を6門に、 現時た。全長を15メートル50フィート、全幅を2.7メートル9フィート縮小したが、速度性能を維持するため期間を縮小できず全球のママ都市乗組員50名を現時た。その結果、ヨークは排水量を1750トン軽減することに成功したものの、費用は25万ポンド10%の節約にしかならず、 高暴力バランスの取れた艦であったが、非経済的な巡洋艦だった。本級以後、イギリス海軍は、質より量を優先し、重巡洋艦の建造を断念して、軽巡洋艦の量産配備に専念することとなった。全級までの1万トン台の船体形状は、艦首から艦尾まで水面からの還元までが高い平、乱、艦艦型船体であったが、 本級では艦首のみ高い単線主導型船体となっていた。これはしのげなみ性を保ちつつ建造費を安価にすべく、鉱材を節約する工夫であった。水船部では、イギリス条約型従順洋艦の流れを組む、典型的なは、船体長を長くとり、船体の幅を抑え水の抵抗を少ない、船体形状で少ない機関出力でも高速を出しやすい形状であった。 垂直に切り立った監視から監視看板上に 20.3cm 方を収めた連装式の主砲塔が背負い式配置で2機、2番主砲塔の基部から上部構造物が始まり、その上に塔型環境が立つが、ヨークは設計当初に2番主砲塔にカタパルトを配置し、航空式のために環境と一番煙突を交差させる独創的な設計であったが、結局は、 砲塔の強度面で廃止となり、その名残で環境が細長くなってしまった。一方、エクセターの環境の形状は低くなり、前後に伸ばして、スペースを広く取る設計となった。環境の背後に、簡素な短脚式のマストと二本煙突が立つが一番煙突の方が太い。これは、ヨークの環境構造の影響で全球では三本、あった煙突のうち一番二番煙突を統合した。 ために一番煙突のみ太い二本ととなった。これにより、環境から煙突の距離が開いたために肺炎による肺煙問題に良好な結果をもたらした。煙突の周囲は関西堤置き場となっており、片元に一基ずつ、計二基のクレーンにより二番煙突の後方に配置した水上機施設と関西堤は運用された。水上機施設の後方に短脚式のマストが一本、二つ。 前後のマストと煙突は、ヨークは後方に傾斜した形状となっていたが、これは傾き、具合により、敵艦に進行方向を察知されるために、エクセターでは、マストと煙突は直立した形状に直された。後部甲板上に後ろ向きに 20.3cm 連装砲塔が一機、配置された。高架砲の配置は、 水蒸気施設の邪魔とならないように環境と煙突の間の 53.3cm3 連装魚雷発射管の上チ0 2 c m 広角砲を単装砲画で片元に傷つ計4機を配置し、エクセターはあと 20.2cm 連装広角砲4機に換装した。ヨークは日本煙突の後部、艦中央部に回転式型パルトを装備した。 エクセターは同じ位置に固定式のカタパルトを2機装備し、缶の前方に射出が可能であった。回収用のクレーンが右辺に装備され、1機の搭載機を運ぶことが可能であった。当初はフェアリーシーホックスが搭載され、エクセターでは後にスーパーマリンウォーラスに変更された。手法は新設計のマークバイブ2 0 3 c m 5 0口径法である。 特徴としてはその性能は、同世代の連合側では極めて軽い 116.1kg の砲弾を行角45度で28,030メートルという射程を得ている。砲塔は新型のマーク E 型で20.3センチメートルに70度の行角を与えて、広角砲の代わりにしようとしたが、1929年まで故障が続発した上に追従能力が低く、 機上の空論であった失敗を踏まえて、不要速度を、マイ4度、最大行角は50度にまで下げて、対空射撃用の溶断等は設置しないものに改め、設計して、砲塔の軽量化を図った新型砲塔で、不要能力は、行角50度、深く3度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は、 毎分6発であるが、実用速度は3発程度であった。広角砲は、マーク V10.2cm45 口径、広角砲を引き続き採用している。14.6kg の砲弾を行角44度で 15,020m、最大行角80度で 9,450m の高度まで到達できた。単砲は、左右方向に度旋回でき、 不行は、行角80度、深く5度で、発射速度は、毎分10から15発だった。これを単装砲がで4機8門を搭載したが後に、手法が、対空砲として有用ではないと分かってから、連砲がで4機8門に増備した。他に近接攻撃用に4センチメートル、39、後継ポンポン砲を、ヨークは、単装砲がで2機、エクセターは、 単装砲がで4機であったが後に、同8連装砲を2機に強化された。手法では手に負えない相手への対抗として53.3センチメートル、魚雷発射管を4連装で、片原1機ずつ、計2機装備した。しかし、本級特有の高い還元から海面へ出される、マーク、V 魚雷は、海面により下高たたに側面を打つことになり、強度不足により破砕するという事故が多発し、 側面を強化した新型魚雷、マークバイ魚雷が配備されるまで本級の魚雷兵装は有効でなかった。全級までのカウンティ級と比較すると、艦型が小さくなったため防御面は改善された。装甲体は他の列挙従順と比しても、遜色のない 76mm の厚さで上下 2m、8フィートの高さを覆っていたが、ヨーク級では、砲塔の削減により、 弾薬庫、バイタルパートの長さは縮小されたにもかかわらず、その範囲は、機関区だけであった。弾薬庫は、艦中央部にあったものが、艦前方及び後方に分散配置され、ボックス下デルで守られた。10.2cm 複方剣降格砲は、弾薬庫の移動に合わせて、容易に急弾できるよう前方に移動した。ダプラタ沖海戦では、この強化された、 同設走甲隊がエクセターを助けたと考えられている。第一次大戦後にイギリス海軍では指揮官の形式統一がなされ、ボイラーはアドミラリティ参道式重油戦勝水艦艦、タービン機関はパーソンズ式、オールギアードタービンのみが採用されるに至った,た。本級は同アドミラリティ参道式重油戦勝水艦艦発揮とパーソンズ式、 オールギアードタービン4機4軸を組み合わせて最大出力8万 SHP、最大速力32.5ノットを発揮した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。